こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、この、イヤホンですね、イヤホン、ワイヤレスイヤホンとこのスマートフォンですよね、これの充電設備についてちょっと紹介したいと思います。これ外します。よっしゃ、外れないな。はい、で、何を見せるかというと、これ私のね、パソコンの前にあるこれ見てください。これなんて書いてますかね、 MOピン、なんだかわかんないですけども、書いてますけども、この上に置くとね、例えばこれ、これを置くじゃないですか。置くと、緑のランプが点灯しましたよね。充電開始なんですよ、これ。置くだけですよ。すごくないですか、これ。置くだけで充電開始ということが一つ。それからこちらのスマートフォンですけども、充電のゲージ見てください。これ置きますよね。よし、置いたぞ。この辺かな。これね、正確に置かないとね、やってくれないんですけどもね。ほらほら、充電開始したでしょ。うん、置くだけですよ、これ。置くだけで充電してくれるんですよ。すごいですね。あ、それでちなみにね、昨日これ届いたんですよ。これはね、 Google からいきなりメッセージがあって、プレゼントしますとか言ってね、本当かなと思って頼んでみたら、本当にタダで届きました。なんでしょうかね、これは。ネストミニ。これなんか、喋って、パソコン機器とか冷蔵庫とかエアコンをこれで動かせるらしいんですけどね。これもまた楽しみですね。またレビューします。それでは、失礼します。